頂上だよ。私これ知ってる。パパに抱き上げてもらってこの上に登ったの。ここまでしてくれたの？親父が言ってたんだ。女の子は大事にしろって。いいこと言うお父さんね。そんなことないよ。酒飲みでギャンブル狂いで最低だったよ。だった。ずっと前に死んだんだ。酒で体壊して。そっか、だから連れてきてくれたんだ。ゆういちもパパがいないから連れてきてくれたんだね。同じだから同情してくれたんだね。違う、そんなの関係ないんだ。親父のことなんかどうでもよくて。そうじゃなくて俺は、ゆういち、俺はゆういち、俺はよ。誤解じゃないけど、悪気はないんだ。悪かったけど、ほら一応形見だからさ、捨てるわけにもいかなくて。せっかくリカと仲良くなれそうだったのに、どうしてみんな邪魔するんだよ。しかも誰だよこの無駄な2枚目は。まさかリカの昔の彼氏じゃ。次回、半分の月が昇る空、タダコレクションの相続。俺が悪かった、許してよリカ。この番組はメディアワークスとポニーキャニオンの提供でお送りしました。